はい、レオンです。今回もね、BOCW ニュークジャック24分の7のハードポイントですね。全員ローラーで、今回も高橋のこの M82 バリスティックナイフのクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張るぞ。今もうちょい199ですね。1キルぐらいやったらすぐ上がる、199に上がると思うんですよ。はい、頑張るぞ。敵さんね、上がるでしょ。バッチリよ。本当は上がりそうだったんですよ。顔出してね。思ってもいいだな。よし。はい。いただきます。いただき。この試合で200に上がらないかな。200に上がって200に上がらないかな。200に上がってプレステージ、あ、後ろか。レベル200に上がってプレステージ12、あ、プレステージレベル200に上がって、あ、レベル200に上がってプレステージ19突入できないですかね。コエンビゼロ入る。あ、後ろに火炎瓶。あ、邪魔だよ邪魔だよ、見えねえ。邪魔だこいつ本当に。ああ、味方がいるからよ。どけよこの野郎、本当に殺すぞ本当に。邪魔だよ本当は。全然ダメだよこれ。邪魔だよ、最近こういうのばっかりなんだよ日本人よ。自己中が多いんですよね。お前邪魔だよ、どけよ。日本人こんなのばっかりなんだよ本当に。自己中が多いんだよ本当に。めっちゃ邪魔なんだよ。俺はこうやって遮らないよ絶対。敵を2人無力化した。ここにいないか。よし、いなくなった。危ない。どんだけ上がってる ?51 なのか、もうちょいで。モロトフ上に行こうかな。上空に敵の偵察機。あ、バリナイやるか。よし、バリナイも上がった。ああ、ちょっとこうじゃねえよな。ああ、よし、バッチリよ。参ろうドラゴン。リル燃えたのか。燃えろ。あれやってるな、スモークやってるな。弾が少なくなってるな。よし、あ、やられた。やっぱ上だよ。上よやっぱり。あ、行くなこれ。ここにいるね。向っかいにいねえか。向っかいはいない。また真向かいにいるな。うるせえ、黙れよ。ガードポイントを識別。ボルトを投げ出し。よし。51にはまだ上がってないのか。よし、トロフィーシステム。ヤッキーになってるわ。まだ早い。やられた。14キロ。これで200に上がらないですかね。火炎瓶。ハードポイント占拠。ハードポイントを失った。ハードポイントで競合が起きている。いないね。ハードポイントを失った。ハードポイントを特定。あ、後ろ。敵のカウンター偵察機。ハードポイント占拠。敵スナイパーの狙撃だ。よし、うまいっすよ。あ、敵が砲撃の照準を行っている。50まだ1になってないのか。まだ51になってないのか。17キロ。これ前のいい加減してよ。ボルトを投げる。右にスモークやってるのか。ちょっと待ってきてるのか。よし、上行こう。いないだろうな。でまたここから敵がやってくるっていうパターンですかね。よし、ここかな。上。あ、いるな、また。よし。あ、いた。よし、51なかったな。ここにいる。燃やして。またここだ。好きだな、お前、ここが、ほんと。よし、スチールバッチリよ。これやっとこう。トロフィー。お前もケアパックか。あれできないかな。シルバーキラー死なずに15キロ。V トール最高だわ。よし、でもあれ出されないかな。やっぱトローロ。ああ、やっぱトロ出してるわ。やっぱやらなきゃよかったな。ああ、もっと後に出せばよかったな。ああ、最悪だ。もういいよ。もう死なずに15キロちょっとやりたかったんだけど。ああ、ちょっとショック。ハードポイントを特定。敵がハードポイントを奪取。向かいにいねえか。ここだな。火炎瓶に点火する。危ねえ。ああ、こいつ邪魔だな、先から。ほんと。ハードポイントを確保。敵のカウンター偵察機が接近。バンパークリアするでもお前の知らせな。上空に敵のケアパッケージ。すげえ。フォー火炎瓶を使う。ここいいな。バレにくいでしょここ。セントリーターレットを検知した。33キルやってるぞ。見えにくいな。スモーク焚いてるな。敵のケアパッケージ接近。あ、消えたぞスモークが。ハードポイントセキュリティシステムを稼働する。正面、もうすぐ時間切れだ。敵の RCXP を検知した。敵が出てこないな。ハードポイントを敵のハードポイントを奪取。あ、向こうになってるからね。ちょっともういいわ、満足してる俺。上空に敵の偵察。あ、いた。適当に投げよう。もう巻きか。33キロの9ですってすごいよ。俺だ。やったぜ。今回はね、ウィンクジャック24分の7。次は助けたりしないのドミネーション。あ、ハードポイントですね。やってみました。あ、レベル200になってるな。やったぜ。バッチリだわ。これコンクしてるんですよ。やったぜ。おお、すごい。レベル200、プレステージ19の突入で、プレステージ19、ステッカーとエンブレム、プレステージキー、ティアスキップ、やったですね。マガジン買い、溜まってるんでね、その月までには。だから前回みたいにこれ、降臨カード解除するんで、600だったら交互ぐらいまでだと思うんで、できたら700でこれまでやりたいんだけど、はい、以上にし、で、この試合で、プレステージ、レベル200に昇格してプレステージ19突入しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。